はい、エンジニアチャンネル青島です。今回は会社員エンジニアのリアルな仕事内容というテーマで話していきます。エンジニアが実際の現場でどんな職種の人と一緒に仕事をするのかや、どのような流れで仕事を進めていくのかを解説していきたいと思います。エンジニアというと個人プレイで黙々とプログラミングをしているようなイメージがあるかもしれませんが、実際にはそんなことはないので、ぜひ最後までチェックしてみてください。このチャンネルではプログラミング初心者に向けた情報を現役エンジニアの2人が発信しています。まだしない方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは始めていきましょう。まず今回お話しするのは、これまで僕が関わってきたウェブサイトやスマホアプリを運営する会社のやり方なので、他の会社も同じやり方をしているわけではありません。あくまで一例と思ってください。またエンジニアの中にはサイトやアプリがダウンしないようにするインフラエンジニアだったり、出来上がったアプリに不具合がないかを検査するテストエンジニアのように様々な職種があります。その中でも比較的人数の多いサイトやアプリの改善をするソフトウェアエンジニアの仕事の進め方について解説をしていきます。アプリを作るのに関わっている役職は大まかに3つあります。ディレクター、デザイナー、そしてエンジニアです。今回は Uber Eats のような出前アプリの開発を例に仕事の進め方を解説していきます。まずはディレクターがアプリの改善案を考えます。アプリを開いた一番最初のページによく注文するお店を並べて表示しよう。アプリを開いてから注文するお店を見つけるスピードが速くなって、結果注文をしてくれることが多くなるはずだ。そしてディレクターが作成した改善案をもとにデザイナーがデザインカンプを作ります。デザインカンプとは、実際のアプリのようにボタンを押したりしても反応することはないけど、見た目は完成後のアプリと同じものです。よく頼むお店の一覧はどういう風に表示するのが良いだろうか。例えばインスタのストーリーみたいな表示はどうだろう。普通にお店の写真を出すよりも、以前に頼んだことのある商品の写真を出した方が反応率が高くなるかもしれない、といった感じでデザインを考えて作っていきます。そしてエンジニアがデザインカンプをもとにプログラミングをして実際に動くアプリを作っていきます。エンジニアはアプリを作っていくためにいろんなことを想定してプログラミングをしていく必要があります。アプリを初めて利用するユーザーの場合は、よく注文するお店が判断できないから表示しないようにしよう、よく使ってるお店でも営業時間外のお店は非表示にしないとダメだ、といったことを考えながらプログラミングをしていきます。ここまで説明した3つの職種の仕事が完全に分断されているわけではなく、実際はそれぞれのステップでコミュニケーションを取りながら意思決定をしていきます。深い議論が必要な場合はミーティングを開いて対面で話すこともありますし、ちょっとした確認や簡単な依頼の場合はスラックなどのチャットアプリでコミュニケーションを取ったりもします。こうしてプログラミングを行い、改善したアプリが出来上がります。しかし出来上がった後すぐにアプリに反映されてユーザーが使えるようになるわけではありません。まずは上司や同僚にソースコードレビューを依頼します。修正に伴ってプログラミングをしたコードに問題がないか、またコードの書き方に良くないところがないかをチェックしてもらい、修正が必要な場合は直していきます。次に社内の人だけが限定で使えるようにしているコピーアプリに修正を反映します。このコピーアプリをステージング環境と呼ぶのですが、ステージング環境でアプリに問題がないかをチェックしていきます。その結果問題がなかった場合は実際にユーザーが使うアプリに反映が行われます。ここまでがエンジニアが一つの修正を行って、その修正がユーザーの元に届くまでの流れとなります。いくつか複数の修正を同時並行で行う場合もあります。勘違いよくしてるパターンがあるなと思うんだけど、うん、エンジニアってさ、うん、デザインできない人の方が多いじゃないですか。あ、そうかもしれないです。だからさ、エンジニアって実はホームページ作れないよね。デザインができない。デザインがそうできないから。そうだね、ウェブサイトとかだったらワードプレスのテンプレートとか分かりやすいよね、うん、あ、確かに確かに。もうほとんど決まってて、うん、あとはちょっとだけ色変えたりとか、うん、配置ちょっと変えたりとか、うん、まあ、いい感じのものが、うん、テンプレートに沿ってできるみたいな、うんうん、例えばさ、初心者のエンジニアの人とかでさ、うん、なんかポートフォリオ作りましょうって話になった時にさ、うん、一から自分でこう画面のさ構成を考えるよりもさ、うん、そういうワードプレスのテンプレートを使ったり、他の今あるサイトの、うん、まあ、ここのデザインをそのまま応用してみようとかってやった方が絶対いいものができる、ね。あ、そうだね。1個のサービスを作るぐらいだったら、うん、デザイナーさんいらない気がする、うん、で、ただ、会社の場合は、うん、コーポレートページがあって、うん、でコーポレートページと自分が出してるサービスの色合いとか、ね、うん、ね、似てたりしたいよねとか、うんうん、あとは自分たちが出してる説明資料を作る時の色合いとか、うん、パワーポイントの色合いとか、うんうん、自分たちだったらこうリアルなものを製造してるから、うん、その製造してる商品自体のデザインも、はいはい、うん、そのコーポレートとウェブサービスと実際のものみたいなところも統一したいみたいなレベルになってくると、うん、もう一人でやるとか、エンジニアがどうこうって話じゃなくなるから、うん、そこにはやっぱデザイナーさんが入ってしっかりとブランドデザインを作ってもらえるといいと思うんだけど、1個もサイトを作るっていうレベルであれば、うん、テンプレート使ってそうだよね、うん、やっちゃうのがいいんじゃないかなと。今回説明したような仕事の進め方がさ、うん、1個機能とかを企画してユーザーに届くまでの流れだと思うんだけど、はいはいはい、このサイクルが早ければ早い会社ほど今っぽいやり方というかさ、まあそうだね、アジャイルっぽい、アジャイルっぽいやり方、うん、
にはなっていくよね。だから最近の開発手法とかやってる会社で働きたいっていう人は面接でそういうの聞いてみてもいいかもしれないね。そうだね。なんか例えば分かりやすい質問で言えば、うん、あの面接してる時に、うん、サービスへのデプロイの回数週何回ですかとか聞くと結構いいかもしれないよね。デプロイっていうのはさ、その1個した修正を、うん、その実際にユーザーが使うアプリに反映するっていうこと。そう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 、はい、ってことはつまりこう製品のアップデートの回数がどれぐらいあるのかとか、これを多分面接なりエンジニアとコミュニケーション取れるときに聞いてみると、あ、はいはい、やっぱ結構今っぽい開発じゃないとなかなかそれってできないから、うんうんうん、あ、そういう風にやってるんだねっていう風に分かっていいのかもしれないですね、うんうん、そうだね、うん、はい、いかがだったでしょうか。今回は会社員エンジニアのリアルな仕事内容というテーマでお話ししました。この動画が参考になったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。